皆さんこんにちは、シューポンキノコです。久しぶりに青の塔が戻ってきました。回想追加がなかったのが、残念だなと思ってましたが、やっぱり青の塔は楽しいです。結構夢中になってやってしまいました。16回からのクリアしたものを、一気にお送りします。16回クワガッティです。すべての回に全体マップを、入れました。別パターンのマップもあるので、参考程度にご覧ください。クワガッティから逃げながら、時間で開く扉を待って、内側から外側へと、抜けるマップです。最後に銅像で囲まれたスイッチの、位置は、2周目で確認できます。今回は左上ですが、右上の場合もあります。今回は左上なので外側は左から行きます。そうすることで、スイッチの位置も近く、クワガッティも銅像で塞げます。ここで左から行きます。この銅像をうまく押してクワガッティをブロック。そしてスイッチを置きます。17回の定規です。今回は左から行くパターンです。右から行く別パターンもあります。目印はピンクと緑のやつ。この間を抜けていくのが正しいルートです。行き止まりの部屋があるので注意です。最後は鉄球が3つ転がってくるので、注意です。一番下だけ来ないのでそこを、うまく使います。スイッチの列の鉄球待ち。ここです。この列は鉄球が来ません。18回星鬼です。混乱した状態で高速星鬼から逃げます。マップは渦巻きの形を、しています。黒い穴や設置しているものは、同じですが、青鬼の配置が違う別の、パターンがあります。星鬼は初期に登場した時よりも、しつこく追いかけてこなくなりました。ある程度距離が開いたら、振り切れます。初期の頃よりもクリアしやすくなった感じです。この時は結構最後まで終わりました。19回UFO 鬼です。魔法陣をうまく使って逃げながら、銅像をスイッチ台に乗せます。魔法陣の移動先は、こんな感じです。青鬼と銅像の位置が違う別パターンがあります。溶岩と氷のどちらからやってもいいのですが、ここの銅像だけは最後に乗せないと、えらいことになります。僕は溶岩、氷の順でやっています。UFO鬼の移動が少し早くなった気がするんだけど、どうだろう？地味にやりにくい。ここの銅像が最後です。
アシュラ鬼です。アシュラ鬼の赤い玉攻撃や、鉄球を避けて、スイッチを3つ押します。スイッチの位置は確定です。鉄球は上から、アシュラ鬼は下から来るので、上下うまく移動しながら進みます。あと山から赤い炎が出てきます。僕は鉄球が一番やりにくかったです。鉄球が複数あるところは、アシュラ鬼をやり過ごしてからの方がいいです。20回隠しステージ、激怒アシュラ鬼です。20回の攻撃に上からの炎の攻撃が追加されます。そしてスイッチが銅像を運んで開けるようになってます。今回の復刻青の塔で一番時間がかかりました。ヤマトタケルはスキンチェンジしているのですが、久しぶりでだいぶ下手になってました。でも本当に20回の隠しステージは難しいんです。この2段目の横移動が一番大変です。21回ファラオ鬼です。スイッチ台の配置が複数あります。隠し通路を使ってうまく銅像を乗せていきます。全体マップでは隠し通路を見せていますが、操作している時はそのエリアに入らないと言えません。この宝箱はとっても取らなくてもいいんだけど、僕は割と取っています。銅像は左ですね。邪魔ですね。22回レインボッティです。今回のスイッチはここです。クリアしやすい配置です。スイッチの位置は3パターンくらいあります。このパターンは急げば、レインボッティが出る前にほぼできます。
こんな感じです。あ、今出ました。23回恐竜オンです。スイッチは3箇所。今回はここです。スイッチの位置は複数パターンがあります。そしてトゲの場所もちょっと変わります。微妙に恐竜を見た邪魔です。スイッチは後にしよう。鉄球を待ってから行きます。24回モンスター鬼です。迷路の位置を覚えて黒いところを抜けます。迷路は複数パターンがあります。階段を降りて見に行くのですが、僕は暗記してしまっているのでそのまま突っ込みます。25回水神鬼です。スイッチは4つ、位置は確定です。水神鬼の水色の弾攻撃と、山からの水の炎が来ます。僕はいつも右から押していきます。そして2個押したら戻ります。これ戻らずに上から行くと思いますね。ここで水神鬼をやり過ごします。ここも水神鬼をやり過ごします。これが4つ目のスイッチです。25回激怒水神鬼です。スイッチ台は3箇所、位置は確定です。銅像を押して乗せるタイプです。銅像の位置は赤い丸です。15回の水色の弾と水の炎に加えて上からの水色の炎が来ます。ここから始めてもいいけれど、僕はいつも右から行きます。スイッチ台は2つずつあるけれど、どちらも中心寄りの方が高いです。外側に落ちたら開かないので注意です。
で。上も押せる時は押しちゃいます。これで左に行きます。僕はこの左のエリアの方が苦手です。水色の水たまりがスピードダウンするのでやりにくいです。クリアしました。報酬は、青鬼オンライン公式ツイッターの昨日のツイートです。500万ダウンロード突破だそうです。すごい数です。おめでとうございます。記念ログインボーナスや、12月11日まで1日1回、青ゼ20連ガチャが無料になってます。これは嬉しいです。そしてもう一つお知らせです。内容は謎ですが、年末に新モードが追加されるようです。新たなモードは協力が、脱出の鍵、と書いてあります。脱出ゲームっぽい何かかな?めちゃめちゃ気になります。年末ということなので今月中に、来るようですね。楽しみに待っていようと思います。それでは動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。